巨人の岡本和真内野手が都内のホテルで行われたトークショーで昨年の M1 グランプリ出演に関して緊張感を明かしました。この興奮気味な告白が今季における岡本の意気込みを示唆しており、その言葉の奥には王貞治氏以来の三冠王獲得への強い意志が見え隠れしています。昨年のクリスマスイブにテレビ朝日系で放送された M1 グランプリ、岡本は その中で、笑い心くじ、えみくじ、プレゼンターとして出演し、ファイナリストの出場順を決定する重要な役割を果たしました。一般的にはサブとされるポジションであったが、岡本は、あの会場で一番緊張していました、と振り返り、その瞬間の興奮を伝えました。トークショーでは質問コーナーやジェスチャーゲーム、プレゼント抽選会などが大盛況に行われ、 岡本はファンとの交流の場として大いに楽しんでいる様子が伝わりました。司会者から今季の目標について問われると、岡本は力強く答えました。今季、三冠を獲得することが目標です。毎年、頑張っていることですが、それが達成されれば、チームにも良い影響を与えられると信じています。頑張りたいと思います。との宣言が会場を沸かせました。 岡本は球団としては王貞治氏以来となる大偉業を三冠王獲得に向けた覚悟を明確に示しましたその意気込みは単なる個人の成績追求を超え巨人を4年ぶりの頂点に導くというチーム全体への強いリーダーシップを感じさせます岡本が目指すのは個人の栄誉だけでなくそれだチームにもたらす好影響そのための努力と決意が 彼の言葉からにじみ出ています岡本和真の昨年末の M1 出演での緊張と今季への意気込みが交錯する興奮のトークショー岡本は個人の成功だけでなく王貞治氏以来の三冠王獲得に向けた強い覚悟を示しましたその覚悟がチームを勝利へと導く原動力となることを期待して今季の岡本和真の活躍に注目が集まります